よーい。私が紹介するのは大阪駅前のグランフロントにあるザ・ラボみんなで世界一研究所です。今回紹介するのはジュームスラボです。早速行ってみましょう。体験しますね。何を体験しているんですか？これは世界に、これは肖像画メーカーで世界に一つだけの肖像画ができます。やってみますね。他にも種類があるようです。ちょっともう一回やってみてくれませんか？面白いですね。あっちにも何かあるようですわ。これは何ですか？これはキシマンというデジタル型の飛び出す絵本です。これを動かすと、背景を変えられます。反対側にあるのはこれを動かすと言語を変えられます。なぜ7カ国語なのでしょうか？聞いてみましょう。こちら日本以外の、6カ国はナレッジキャピタルの海外連携先さんと様々な方に楽しんでいただけるように7個対応にしています。おー、すごいですね。ありがとうございました。このようにズームスラボは面白いものがあります。入場は無料なのでぜひみんなも遊びに来てください。バイバイ。今回おすすめするのは突販グループの展示物です。突販グループは印刷会社だと思われがちですが、次の世代に広まるように頑張っています。こちらを見てください。メタクローンスタジオが展示されています。これは自分のアバターが作れる機械です。自分の顔を読み取るとアバターが完成します。これは将来学校に行かなくても友達に会えたり会議をしたりすることもできます。また肌の色を近づけられるよう開発中です。自分の顔がそっくりに写されています。こちらは絵画鑑賞です。この絵はフィルメール作の牛乳を注ぐ女です。これは正面だけではなく、好きな角度からどこからでも絵を鑑賞することができます。参加することで一緒に次の世界一が生まれるかもしれません。これで発表を終わります。
ザ・ラボ世界一研究所のバイカ女子大学の展示を紹介します。バイカ女子大学は大阪で一番古いバイカ女学校が始まりです。ここには学生さんたちが書いたたくさんの絵本があります。この本は絵本作家になった卒業生が出版した本です。賢い姫になりたいクニャンが様々なことに挑戦する物語です。バイカ女子大学は企業と学生がコラボする様々な商品を生み出しています。続いて子ども教育学科の3回生の松田彩香さんにお話をお聞きします。これはどのような商品ですか？はい、これは英語とカタカナとひらがなを同時に学べるカードゲームになってます。これはディッシュって聞いたらお皿かなと思うと思うんですけど、違っていたり、ボックスってどうやって書くんやろうって思ったらこうやって書くんだよって遊べるカードゲームになってます。教育学科では何を学んでいますか？はい、私は成長や発達について学んでいます。授業の中で企業さんとコラボして学ぶっていう授業があるんですけど、その中の一つで、これは1年くらいかけて作った商品になります。将来松田さんはどのようなことをしたいですか？はい、私は子供に携わって子供を笑顔にできる仕事に就きたいなと思っています。お話ありがとうございました。その他にもバイカ女子大学では食品なども企業とコラボして作っています。皆さんもザ・ラボのバイカ女子大学のベースに来てみてください。来てね。皆さんこんにちは。本日は大阪駅前のグランフロント大阪の中にあるザ・ラボみんなで世界一研究所の中に来ております。ここでは大学や企業などの展示が誰でも楽しく体験することができます。ディズラボ大阪さんの展示をご紹介していきたいと思います。こちらの展示ではこちらのライトを使ってモニターに絵を描くことができます。これはどのように体験できますか？はい、こちらはここにペンライトがあるので、このペンライトのボタンを押すと光るんですけれども、その光でお絵描きがすることができます。ではここで実際に体験してみたいと思います。では誰か捕まえてきてください。どうですか？やりませんか？やりましょう。何を描きますか？わかりません。用意スタート。10 9 8 7 6 5 4 3 2、用意スタート。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0、用意スタート。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。これはどのような技術を使ってこのようにできるんですか？これは AR という技術が応用されています。 AR は拡張現実というんですけど、簡単に言うと現実世界と架空のものを合わせて新しいものを作り上げていこうっていう、そういう AR という技術が応用されています。なぜこのように絵が描けるのですか？はい、これカメラの露光という技術も一緒に使われています。カメラの露光は夜空の星空とかを撮るときに使われる加工で、光を多く取り込んでくれるんですね。そうした意味でここでもペンライトを使って光で絵を描くことができます。なるほど。こちらのポップに書いてある柔らかく描いてみるとは どのような意味があるんですか？私たちの生活、ここ数年ですごく技術の進歩が進んでたかなと思います。そういった中で一
人である私たちも頭を柔らかくしながら柔軟に対応していきたいという意味で柔らかく書いてみる、柔らかいものをイメージしながら書いてみようという意味でつけました。ありがとうございます。体験してくださった方にいろいろ質問していきたいと思います。体験してみてどう思われましたか？難しかったです。どのような部分が難しかったですか？書くところが難しかったです。先ほど体験していただきましたが、何を書いてみたんですか？適当に書いてみました。なるほど、ありがとうございます。このようにこちらの展示では柔らかい絵を描くことができます。皆さんも体験してみてはいかがでしょうか？皆さんぜひ来てください。